皆さんこんにちは。令和元年7月号の WebTV 阿蘇プラスです。さて、阿蘇市を含む九州北部地方は6月26日に梅雨入りをしました。で、今日もですね、その梅雨空の雨の中の撮影になってしまったんですが、こちら統計を取り始めて以来最も遅い梅雨入りということで、梅雨になると心配なのが大雨による災害です。阿蘇市は平成24年7月12日の九州北部豪雨で大きな被害を受けました。その時に裏の川が氾濫し、校舎の1階が浸水するなどの被害が出た阿蘇市立内巻小学校では、毎年この時期に大雨を想定した避難訓練が実施されていて、今年は6月21日に行われました。児童、先生、保護者も真剣な様子で参加した訓練の様子、詳しくは WebTV 阿蘇のニュースをご覧ください。皆さんも災害への備えは万全に、大雨などには十分ご注意ください。続いては阿蘇門いいもんのコーナーです。ネットショップ阿蘇も担当の森さんと、そしてWebTV 阿蘇初登場です、阿蘇も公認スペシャルサポーターエリーヌさんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリーヌさんは阿蘇市出身で在住、そして年齢は非公開、阿蘇市と阿蘇もをこよなく愛するマダムということで、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さて森さん、はい、今年もお中元の時期がやってきましたが、はい、阿蘇ものお中元、今年はどんな商品が揃っていますか？はい、今年も阿蘇もでは、行列ができる有名店や安心安全にこだわった店舗の一品が詰まったよりすぐりのギフトを用意しています、うん、贈られる方、贈る方に喜んでもらいたいと、うん、そんな思いでスタッフが厳選しました。他では買えない阿蘇も限定のお中元ギフトをお届けいたします。限定商品ね、本当大事です。限定です、お願いします。ここでしか買えない。そうなんですね、はい、ここでしか買えません、はい。中でも人気の商品というのはどんなものがありますか？はい、まず阿蘇もで一番人気のベストコンビセット、はい、はい、こちらはひばり工房さんのハムソーセージギフトと、うん、工房阿蘇物語さんのこれまた人気のトマトケチャップ、うん、はい、相性抜群の一品を一つのセットにしました、うんうん、お子様から大人の方まで皆さんに喜んでいただけるセットとなってます、うん、いいですね、このセットね、本当大人気で、はい、本当に私も何度買ったか分かりますね、はい、皆さんもどうぞお買い求めください。どうぞ。他には何かありますか？はい、阿蘇も定番の夢のコラボセット、はい、夢のコラボセット、はい、うん、こちらも阿蘇ものショップで売り上げランキング上位を占める3店舗の商品となってます、うん、はい、阿部牧場さんの阿蘇ミルク、飲むヨーグルト、ひばり工房さんのベーコン、プレスハム、うん、工房阿蘇物語さんのトマトケチャップのセットになってます、うん、間違いないですね、間違いないです。絶対喜ばれます、はい、もうどうぞどうぞ、はい、お買い求めください、はい、パンフレットを見ていますと、はい、新商品というねマークのついたものも見つけたんですが、はい、今回新商品というのはどういうものがありますか？今回のお中元では、うん、阿蘇一宮門前セット、うん、それから阿蘇天然アイスの6種のジェラートセット、はい、それから採れたて夏野菜と阿蘇のお米セット、うん、みんなが大好きスイートコーンの4商品が新しく登場いたしました、うんうん、じゃあちょっと一つずつ行きたいんですが、はい、阿蘇一宮門前セット、まあ、これはね、ピンと来た方いらっしゃると思いますが、うんうんうん、阿蘇神社の北側に続く門前町商店街のね、本当に素敵な商店街です、うん、はい、阿蘇一宮を代表する3店舗自慢の一品になってます、うん、阿蘇神社の参道にあたる門前町商店街の人気店阿蘇鳥宮さんの、手作りアカウシャハンバーグと阿蘇花火さんの阿蘇トマトチキンカレー、はい、それからひばり工房さんからチーズフランクフルトをセットにしてお届けいたします、うん、
ごい、このセット今までなかったんですよね。欲しかったです、はい、今まで個別に買ってますから、はい、本当ありがたい、ありがとうございます森さん、はい、すいません、お待たせいたしました。嬉しいございます、どうも、はい、はい、どうぞ。そして、まあ、夏といえばね、冷たいものもやはり欲しいところなので、欲しいですね、暑いからですね。そのアイスも新しく、はいはい、ラインナップしたということで、はい、ジェラートセットは、うん、バニラとかチョコレート系をセットにしたジェラートセット、はい、それからフルーツ系をセットにしたアイスク、うんうん、それから野菜と健康素材といった個性豊かな、うん、6個入りのアイスをセットを3種類準備いたしました、うんうん、あ、そらしいですね。そうですね、はい、天然アイスさんは、うんうん、我が子が安心して食べられるものをと考え抜かれて生まれたママの愛情たっぷりのアイスとなってます。そう、思いがこもったアイスですね。もう本当思わず涙が涙がね、本当美味しいのよね。でもこれね、美味しいんですよ、はい、私柚子が好きなので柚子も取り揃えて言わないとダメよ、ママさん。柚子美味しいです。はい、柚子もしっかり入ってます。そうよ、ね、はい、フルーツセットの方に、ね、そうよ、入ってますので、ご安心ください。はい、本当、はい、いろんなね、あのラインナップ見てるだけで楽しいアイスが、だから18種類ね、はい、あるってことなので、見た目もね、はい、鮮やかなんです。そうなんですよ、ぜひね、はい、お手元で。例えば、はい、かぶせたわね、はい、すいません。例えば、うん、ミルクチョコレート系とフルーツを組み合わせてもお届けできますので、いいですね、はい、ご家族で、ね、楽しめますね、はい、こちらは3500円、はい、3500円になっております。他にもあの野菜方面でもあの新商品が出てますよね、はい、野菜といえば、野菜といえば、はい、阿蘇の高齢地からですね、うん、はい、美味しい野菜の採れたて野菜と阿蘇のお米セット、うん、それから、みんなが大好きスイートコーン、スイートコーンね、ということで、美味しいですね、はい、スイートコーン自慢の甘さが自慢になってます、うん、皆さん大好きだと思いますので、ぜひ送ってみてはいかがでしょうか。うん、ちょっといいかしら、はい、あ、エリーヌさん、あら、甘いと言ったら糖度がありますね、糖度、糖度ね、糖度、はい、あなた言い忘れてるでしょ。すいません、はい、一番甘い時期で、うん、糖度20度にもなります。20度ですね、はい、ちょっと果物、ぶどうが何度、のぞみちゃん何度、ぶどうはですね、あの事前に調べたところ17度、17度、それにも増して何度だった、はい、20度、20度です、すごく甘いです、はい、もうね、はい、ベタベタする、ベタベタする、ベタベタします、口の周りもベタベタするぐらい、はい、甘いのよね、ベタベタするの、美味しいの、はい、それがいいの、ベタベタします、ベタベタしてちょうだい、みんなで本当に、はい、じゃあもう阿蘇の恵みをね、丸かじりしていただきたいですね、両方ともね、農家さんの思いの詰まった商品、はい、うん、商品、そこちょっともうちょっと重い使いましょうかね、はい、どうぞ、はい、あの栽培法にもね、こだわった農家さんが、はい、そうですね、もう原農薬で、うん、はい、皆さん作られてます、はい、はい、もう思いが本当に、よろしくどうぞ、はい、では最後に注文方法など詳しく教えてください、はい、しっかり伝えてちょうだい、森さん、はい、はい、注文方法はインターネットで ASOMO アソモで検索をしてください、アソモです、はい、お電話の場合は0967236061になってます、はい、またファックスでもご注文いただけます。ファックス番号は0967236051となってます。8月25日までの受付となってますので、うんうん、ぜひお早めにお買い求めてください。お買い求めください。はい、ちょっといいかしら、はい、あとまだ何か言わせてることあるわよね、大事なこと言わない、はい、どうぞ、全ての商品、はい、価格帯が、うん、消費税と送料込みの価格になっております。込みですそうですね、はい、あのさっきねアイスもご紹介しましたので、中にはそのクール便とか冷凍便で送らないといけないものもあるのに、はい、パンフレットに載っている、はい、あのまあ、3500円だったり、その値段で、はい、全部計算して大丈夫、はい、そうなってます、本当にそれは分かりやすくて嬉しい、はい、
ですよね。テレワークさんの思いも詰まった夏ギフトでございます、はい、どうぞお買い求めください、うん、あの県外の方にとってもね、はい、あの、はい、お手元に届いたら喜ばれると思いますので、はい、はい、皆さんぜひ購入をお願いいたします。お願いします。今回のアソモンイーモンはアソモのお中元について担当の森さんと、そしてアソモ公認スペシャルサポーターエリーヌさんにエレンでしたご紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回の WebTV アソプラスいかがでしたか。さて WebTV アソでは今年も中大連応援企画として、阿蘇市内の中学校の部活やチームを取材し映像にまとめてご紹介しています。阿蘇郡市の中大連は6月に終わり、そこで優勝したチームなどが7月20日から始まる熊本県中大連に出場します。競技は軟式野球やバレーボール、バスケットボールやソフトテニス、卓球や相撲などで阿蘇郡市を代表して活躍をしてくれることと思います。選手の皆さんどうぞ頑張ってください。視聴者の皆さんも頑張る阿蘇市の中学生のキラキラした姿をどうぞこの特集でご覧いただければと思います。では WebTV 阿蘇プラス今回はここで失礼します。また次回お会いしましょう。さようなら。